ハヤトロックチャンネル。いらっしゃいませ。クリスタの外の中の人、ハヤトロックです。前回ですね、こちらの動画でクリッピーを貯めてアマゾンギフト券をゲットするという動画を投稿しました。今回はこの動画の中で言った小銭稼ぎの方ですね、やっていこうと思います。毎日マイクリッピーを150ずつ稼ぐ方法を解説していきます。その方法とは、クリスタアセッツに素材を投稿するです。はい、今回は 3D デッサン人形を使ったポーズ素材の公開の仕方を解説していきます。それではですね、まずキャンバスを用意するんですが、僕のおすすめはですね、正方形のキャンバスです。はい、僕はですね、だいたい3000ピクセルぐらいで作ってるんですが、お好みで構いません。そしてそこにですね、デッサン人形を用意します。はい、僕の場合ここ素材パレットを置いてるんですが、はい、素材パレットの中にね、デッサン人形あります。僕はね、このようにフォルダを移動して自分のね、分かりやすいところに置いてるんですが、基本的にはこの 3D の中にですね、あるはずです。はい、 3D デッサン人形をですね、こういう風にドラッグしていくとポンと、はい、表示することができます。デッサン人形の出し方や動かし方についてはですね、こちらの動画で詳しく解説してますので参考にしてください。はい、魔法の力で一瞬でポーズを作ったんですが、ポーズの変え方は先ほど説明したね、あちらの動画を確認してくださいね。まずですね、ポーズを作ったら下にね、ランチャーが出てくると思うんですが、これですね、全身のポーズを素材登録ってやつですね、これを押します。するとこのようにですね、素材プロパティっていうのがですね、出てくるんですが、ここではですね、分かりやすい名前をつけておきましょう。はい、今回ねポーズこんな感じなので、はい、一旦こんな感じにしておきましょうかね。おねむうとうとうと。そしてですね、この名前の下にここですね、素材のイメージっていうのがあるんですが、ここはですね、ちょっと後で説明しますね。一旦素材の保存先、ここですね、保存したいフォルダを選んでください。ここね、すべての素材っていうところ矢印マークを押しますとずらっと出てくるんですが、ちなみにこの画面ですね、素材のプロパティの画面ではフォルダーをですね、新しく新規作成できませんので、あらかじめ作っておきましょう。フォルダーの作り方ですね、簡単に説明しておきますと、素材パレットを出して、この全ての素材のところですね、選択ポチッと置いといて、ここですね、フォルダーマークがありますけども、素材フォルダーを作成しますっていうところをポンと押しますと、新しくフォルダーを作ることができますので、これで作ってみてください。詳しくはですね、こちらの動画を参考にしてくださいね。それではですね、素材の保存先を決めるところからですね、再開します。この保存先ですね、ここを選んで、僕の場合はですね、このようにアセッツ投稿用っていうフォルダを作ってますので、そこに入れますね。そしてここ OK を押しますと、はい、ここですね、先ほどのおねむうとうとうとが保存されました。ちなみにここにですね、素材が保存できますと、はい、例えばこういう風に新しくデッサン人形を作った時に、先ほど作ったおねむうとうとうとをドラッグ&ドロップしますと、はい、このように今作った素材が適用されるようになります。こうしてですね、素材登録ができますと、こちらここですね、クリップスタジオを開きます。はい、そしたらですね、いつもはだいたいここ作品管理っていうのを押して、イラストとかをですね、管理すると思うんですが、今回はこちらですね、素材管理の方ですね。はい、するとですね、こちら先ほど作ったおねむうとうとうとが出てくるんですが、サムネイルがですね、デフォルトのサムネイルが適用されています。このまんまだと素材がですね、どんなポーズなのかわからないですよね。ちなみにこっちの、はい、この3つはですね、すでにサムネイルを登録したやつですね。どんなポーズかっていうのがわかりやすいかと思います。それではですね、サムネイルの設定の仕方をやっていくんですが、サムネイルにですね、設定できる画像サイズが 240×240 ピクセルの大きさになります。一旦ですね、キャンバスの方に戻るんですが、最初にですね、言ったように正方形のキャンバスを用意しておくとサムネイルが作りやすくなります。はい、ポーズがですね、わかりやすいように角度をですね、調整してください。で、できるだけですね、この枠、キャンバスのギリギリまで拡大してあげた方が大きくですね、サムネイルにも映りますんで、わかりやすくなるかと思います。そしたらですね、こちら上の編集を押して、こちら画像解像度を変更を押しますと、このような感じでですね、解像度を変更できるようになるんですが、ここをですね、240にしてあげることによって 240×240 の解像度に変わります。するとね、めっちゃんこ小さくなるんですが、
で、この状態の画像をですね、はい、JPEG 書き出ししてください。僕はですね、ここに JPEG の書き出しボタンを置いてるんですが、上のファイルからですね、ここですね、画像を統合して書き出しで JPEG を選ぶと JPEG で書き出しできるようになります。で、このサムネイルをですね、保存するのもパソコンの中や、iPad の場合は iPad の中に保存されるかと思うんですが、それもですね、自分の分かりやすいところにフォルダを作って保存してください。はい、じゃあ今回はおねむうとうとうとの240ピクセルの画像なんで240っていう風に名前つけますね。ここの名前の付け方もご自身で分かりやすく決めてください。で、保存。今のは JPEG の書き出しですね。書き出しをした感じです。で、今このですね、この画像は今 240×240 の小さい画像になっちゃってるんで、ここですね、Undo、取り消しですね、戻るを押すと、はい、このように 3000×3000 の一番最初のね、大きい画像の状態に戻りますので、この状態に戻しましょう。240ピクセルの大きさにした後ですね、保存はしないようにしてくださいね、上書き保存は。あくまでもさっきやったのは JPEG の書き出しです。そしたらですね、先ほどの、こうですね、素材パレットのここ、おねむうとうとうとですね、作ったところをダブルクリックして入ると、また素材プロパティが出てくるんですが、ここのですね、先ほど言った名前の下にある素材のイメージのところ、フォルダーマークを押しますと、はい、画像が選べるようになりますんで、先ほどのおねむうとうとうとの240をダブルクリックすると、ここですね、サムネイルが適用されました。これで OK ですね。ではですね、次はアセッツへ投稿していきます。アセッツってどういう意味だ？はい、またここですね、クリップマークからクリップスタジオに入って、はい、この素材管理ですね、先ほどねサムネイル適用したんですが、まだ通常の状態になっているんですが、一回ですね、ページを変えて戻すと出ましたね、サムネイルが適用されます。で、ここですね、矢印マークのメニューの表示から、ここですね、素材の管理っていうのを押しましょう。するとこういう画面になります。はい、ここですね、アセッツへ公開するっていうのがありますので、ここをポチ。するとこういうですね、素材の編集の画面になるんですが、ここまでの説明でタイトルとサムネイルがすでに設定できているはずなので、ここで重要になってくるのはこちらですね、右側解説、使用例というところですね。ここに書いたものがですね、はい、これがアセッツの画面になるんですが、ここですね、ここの文章とこのような画像をですね、載せることができるんですが、それがここですね、解説使用例の部分になります。はい、今回はですね、このように説明文は書かせていただきました。はい、ではですね、ここに添付する画像を作っていくんですが、キャンバスの方に一旦戻ります。はい、この状態でですね、はい、このランチャー上出てくるんですけど、このカメラマークの上下の矢印がついたですね、これを押しながら、はい、上下にドラッグすると小さくできます。小さくして、ちょっと角に持っていきますね。で、このカメラの部分ですね、押しながらドラッグすると角度とか変えられるんですが、ちょっと上から見た図にしてみましょうか。もうちょっと小さくしようかな。で、移動させて、この状態でですね、はい、このレイヤーを選択した状態でオルトキーですねを押しながらドラッグすると、はい、このようにコピペできます。iPad の場合も横にエッジキーボードがあったりするんで、オプションキーですねを押しながらをドラッグすることによってレイヤーをそのままですねコピーすることができますんで、試してみてください。はい、それじゃあですね、今ちょっと試しにやったら3枚になったんですけど、はい、2枚目のところを選択して、はい、この移動マークですねを押しながらにすると、はい、移動できます。で、これもですね、角度を変えてこの辺にしようかな。で、3枚目を移動する。ちょっと上から見た感じにしようかな。あの、上からっていうのは頭の方からですね。この角度にするとちょっと影がですね多く出て見づらくなりましたよね。こんな場合はここですね、ランチャーの一番右、 3D デッサン人形の体型を詳細調整しますっていうところですねをポチッと押すと、はい、サブツール詳細が出てくるんですが、ここの光源ですねをポチッと押しますと、はい、このような球体の影が出たサムネイルが出るんですが、ここをこのようにですねドラッグしていくと影の方向を変えることができます。ドラッグうまくしながらちょっと見やすい影を調整して OK。 あともう1枚増やそうかな。レイヤーをオルトまたはオプションを押しながらドラッグでコピーですね。で、1枚増やせたので、この2番目のアイコンのやつで移動すれば移動できます。で、角度を変えて、今度はちょっと後ろ姿これぐらいにしようかな。で、これもまたね影が出て見づらいので光源ですね。はい、こんな感じですかね。ちょっとねバランスが悪いので1の微調整しますね。
はい、こんな感じでこの素材がどんなポーズをしているのかっていうのをね、3つか4つパターンね、角度を変えて作ってあげると、購入する人にですね、ダウンロードする人に分かりやすくなるかと思いますので、こんな感じで作ってみてください。でこちらですね、また JPEG 書き出しをしていくんですが、今これね 3000×3000 のキャンバスサイズになってます。これはねちょっと大きすぎるので、この編集から解像度を変更ですね。先ほどもサムネイルを作るときにやったやつですね。はい、ここを押してこの画面を出して、幅をですね500から1000の間ぐらいがまあちょうどいいかなと思います。僕はだいたいいつも800ぐらいにしてるんですが、こうやって800のですね画像ができたら、 JPEG で書き出しですね、ここ JPEG 保存の部分をポチッと押して、はい、またここですね、分かりやすいフォルダーにですね保存していきましょう。じゃあ今度はおねむうとうとうとを800ですね、ここ800の大きさで作ったんで保存。はい、そしたらまたですね、ここクリップスタジオを押して、はい、さっきのでこの素材編集の画面に戻って、はい、でここでこのマークですね、写真のマーク、画像挿入を押します。そしたらこの画面が開きますんで、さっきほどのおねむうとうとうとの800ですねをダブルクリックすると、ここに画像が出てくれます。ここまでできればですね、もう投稿はできますが、ちなみにここですね、紹介文とタグっていうのがあるんですが、紹介文は、はい、このですね、ここの解説文を書いた上にですね載るようになります。今僕ですね、紹介文は設定してないんでここ出てはないんですが、この部分、この辺りに紹介文が入るようになります。またタグですね、タグの方に関しましては、はい、僕ですねタグは設定してないので他の方のページを参考にさせてもらうんですが、こんな感じでタグをつけることによって検索しやすくなる感じですね。この方に関しては、まあ、掛け編みとかハッチングのブラシの素材なんですが、タグをつけることによって検索する際にですね、検索しやすくなると思います。はい、なのでまあ僕のような今回のこういう場合はですね、ポーズ集を作ってるんで、タグのところにはポーズとかデッサン人形とか、そういう風につけると検索しやすくなるのかもしれません。そしたらここまでできますと、この上のですね、続けて公開情報を設定するっていう青いボタンを押して先に進みます。するとこのようにですね、公開する設定を決めていけるんですが、ここでは無料素材にするのか有料素材にするのかっていうのを決めることができます。この下にですね、10単位で入力なんとかクリッピーっていう風に書いてるんですが、ここは優勝の方にしておくと、ここがですね、入力できるようになりますが、今回はですね無料になりますので、ここは入力する必要はありません。その下はですね、対応ソフトとか見る人が不快に感じる可能性のある表現を含みますなど、レーティングについてですねチェックする部分があるんですが、ここはもうそのまんまですね、初期の状態のまんまでいいかと思います。はい、そしたらこの下にですね、出品前に必ずご確認くださいっていうですね、四角で囲われた部分があるんですが、ここはですね、まあいわゆるガイドラインですねを書かれてありますので、ここリンク先をよく読んでください。はい、僕は読んでるので一旦ここは飛ばしますね。ルールに反する素材を出品した場合はですね、素材の削除およびアカウントの停止の対応をすることがありますっていう風にですね、ちょっと厳しめに書かれてありますので、しっかり読むようにしてください。でこの内容をですね理解したっていう風にチェックボックスがありますので、チェックを入れてから、この仮アップロードですね、一番下のここを押して進みます。はい、これではですね、まだ公開はされていません。セルシスさんですね、かなり慎重ですね。ここに書かれてあるようにアップロードした素材を管理するっていう風にあるんですが、ここマイアップロードっていう画面に進みます。するとこのようにですね、自分がアップロードしている素材が並びます。初めての場合はですね、今ここで設定した1個だけだと思います。僕はですね、すでに4つ目になりますんで、ここに4つ並んでるんですが、はい、ここ未公開という風になってますんで、まだ公開はされてない状態ですね。でこちらの操作っていうところですね、ここを押しますと、はい、いくつかまたメニューが出てくるんですが、ここのプレビュー公開っていうやつを押しますと、このように最終チェックができるページになります。これでしっかり見て間違ってないかなっていうのを見て、よし大丈夫だと思ったらですね、こちら公開するっていうボタンを押します。そしたらここのですね、確認のメッセージが出てくるんですが、ここに書かれてあるように、無償素材を公開いただいたため特典として150クリッピーをプレゼントいたしますっていう風に書かれてます。その特典はですね、公開してから48時間後、2日後ですねに付与される形になります。ここにも書かれてあるように、特典は1日1回までの進展となりますって書いてありますんで、無料素材をですね投稿して150クリッピーをいただきたい場合もですね、1日1回までとなりますんで、
また今日投稿したら明日ですね、また素材を作って投稿するっていう形にすれば、毎日1回ですね150クリッピーをゲットしていくことができます。はい、いかがだったでしょうか。途中ですね、サムネイル作りや使用例のところに使う添付画像のですね作りのパートの部分が、あっち説明してこっち説明してって言ってですね行き来してしまいましたが、何度かですね素材のアップロードをしていくうちに、こっちをやってからこれをやった方が効率的だなっていう風にですねなってくると思いますので、やりやすい方法を見つけてください。はい、それでは今回の動画はここまで。よかったら素材を作って150クリッピーの小銭稼ぎや、めっちゃんこいいのをですね、素材を作って有料で販売して、コンテンツクリッピーをたくさん貯めて Amazon ギフト券をゲットしてみましょう。 Amazon ギフト券についてはですね前の動画で解説していますので、そちらの動画を参考にしてください。今回の関連動画に関しましては、概要欄や画面上のおすすめカードにリンクがありますので、チェックしてみてくださいね。それではまたね、バイバーイ。